意味がわかると怖い話、こんじゃつレトルトと申します。普通に読んだだけだと、全然怖くない話なんですが、よくよく考えたらこれ怖くねっていうのが意味がわかると怖い話なんですね。今この意味がわかると怖い話のアプリ、2つ目なんですが、ステージが5まで来ました。残り2つ、完全クリア目指してやっていきたいと思います。前回のステージ4はねひどいものでしたね。ほとんどがね人の肉を食うっていう話だったんですが、ステージ5までそんなことはないと俺は信じて、全10問やっていきたいと思います。ファイル1、鏡。アメリカでは雪がちらつく冬のとある日、エマたち3人の女性は南米の廃墟へと向かった。肝試し的な感じかな。車でのロングドライブの旅、ブラジルのとある土地で廃墟は見つかった。はあ。エマたちは蒸し暑いので服を脱いで車に置いた。いいですね。廃墟の中は埃がいっぱい、家具などはカビが生えていた。エマは壁でとあるものを発見した。それは意味不明な暗号的な何か。ノース5、サウス5、ウエスト4、東西南北かな。イーストイコールハテナハテナハテナ。これは何かしら。意味不明、文字数じゃない。エマたちは笑ってささやかな恐怖を楽しんだ。文字の横にあるのは大きな鏡。3人はその鏡を覗き込んでみた。映ったのは3名の女性。あら、4人になるんじゃないの。笑みを浮かべるエマたちの姿が映るだけ。コート姿の普通の女性たちが鏡に映るだけ。あれ、コートじゃないんじゃなかった、脱いだんじゃなかった。やっぱり心霊現象なんか起きないみたいね。エメたちは廃墟を後にしてブラジリアでのショッピングを楽しんだ。気づいてはいなさそうだな。どういうことだろうこれ。4人になるじゃないのみたいな、なんかそういった逸話のある場所だったりするのかな。ノース5、サウス5、ウエスト4、これ何なんだろうこれ。5、なんで北は5でね、南は5でみたいな感じで書いたんだ。東、西は4、東はハテナハテナハテナ、意味不明ですね。あら、4人になるんじゃないのってのもよくわかんないんですが、とりあえずコート姿の女性が鏡に映るだけってのがおかしいよね。服は脱ぎましたからね。はいはい、解説ちょっと。服は車で脱いでいた。で、そこじゃなくてさ、そこじゃなくて、そのノースとかね、そういうのとか、もう4人映るんじゃないのとか、そこら辺はどうなったのかな。これがちょっとね、調子悪い、意味子はちょっと調子悪いんですよね。皆さんちょっと、付き合ってあげてください。これ、今から調子上げてくるんでね。俺たちは1週間は何も食べていない。毛虫も食ったし、コウモリも食った。でも、ここ最近はそいつらもいない。食いたくないものまで食うほどの状況。とにかく食べ物はなかった。街の中央のビルの中しか、食べ物らしい食べ物はないって話だ。これはまさか、いや、まさかそんな、前回と同じようなことは。俺は一緒に暮らすミカのために少しだけ遠出をしたんだ。食べ物を確保するためだぜ。目の見えないミカは俺がどうにか用意した肉を、蝕っていた。なんて言うんだっけこれ、もさぼっていたとかでいいかな。俺はただただボロ雑巾以下の袖を口に当てて歯を食いしばっていた。お腹が空いていたわけではないんだぜ。口に開けて、これはまさか。俺は先に芋虫を見つけて食べたんだから。明日が不安だが、これ以下の状況はないだろう。これは自分の肉を切ったりして、ボロ雑巾をギューってさ、痛みを耐えてたみたいなさ、そういうことなのかな。だいぶ優しいというか、ね。なんて言うんだろう、自己犠牲の賜物な彼氏だけど、俺はどうにか用意した肉を。芋虫を見つけて食べたんだから。どういうことだろうこれ。街の中央のビルの中にしか食べ物がないってのがどういうことなんだろうなこれ。この場がそういうっていうわけではないんだ。考え直しましょう。食べ物らしい食べ物はないって話だ。一緒に暮らすミカのため少しだけ遠出をしたんだ。少しだけ遠出をした。食べ物を確保するためだぜ。どうにか用意した肉が自分の肉ってことかな。そういうわけじゃない。いや、そういうわけなんだとは思うんだけど、この目の見えないっていうとこが
ミカが気づかないってことなのかな。やっぱそういうことだ。俺は腕を切り落とし、ミカに与えた。目の見えないミカは肉だと思い食べた。俺は痛みをこらえるために歯を食いしばっていたのだ。あれだよ、サンジとゼフ、オーナーゼフ、クソお世話になりましたっていうやつだよね、足壊した。まあ、にしてもまた人の肉ですね。ファイル3、僕は鬼をしている。隠れた人を探しているんだ。これ隠れんぼの鬼っていうわけじゃないのか。ねえ、いるなら入って言ってよ。いないならいないって言ってね。ははは、隠れんぼの鬼って楽しいな。だから僕は鬼ばっかりやっているんだ。どういうことなんだろう。こんな短いの。僕は何を見つけているのだろう。鬼をしてて隠れた人を探している。いるなら入って言ってよ。いないならいないって言ってね。ああ、笑ってるだけでちょっと怖いけど。かくれんぼの鬼って楽しいな。だから僕は鬼ばっかりやってるんだ。これはあれだよね、恐怖で隠れてる人を探す本間もんのかくれんぼだよね。かくれんぼの鬼じゃないってことは、隠れた人を探している。なんて言えばいいんだろうな、これ。出た！ FF なのか何なのか。FF か。わからない。やつにクラスチェンジしたアプリ。鬼をしている。わかんねえな、これ。いるなら入って言ってよ。これちょっと難しいぞ。いやー、これも全パターンパターンだな。あ、いないならいないって言ってねえだった。さあ、モンスター、モンスト信長 X 神か、じゃあ、獣神か。僕は子供しか狙わない殺人鬼で、探すのは子供。いないならいないって言って、に引っかかるのは子供だけだ。あ、そういうことだ。引っかかんねえぞ、今子供そんなに。子供だけをターゲットにしたシリアルキラーは、殺人のためのかくれんぼの鬼を楽しんでいた。これは怖いな。いないならいないって言ってよ。いないならいないって言ってね。いないよーっていうのはもう、なんつうんだろうな。もうなんかちょっとわははっていう、面白くさせるための場のやつであって、本当に引っかかるやつはほぼいないと思うけどな。ファイル4。僕は引っ越そうと考えてる。今日は荷物をまとめてみようかな。さて、床下から天井裏まで確認をしよう。天井裏には荷物らしいものはない。床下には何があるんだっけ？ふと宅配員の女性のことが思い出される。美しい彼女の存在が僕の後ろ髪を引く。僕は引っ越しを延期することにした。これはどういうことだ。僕が引っ越しを延期した理由は何だろう。床下から天井裏まで確認しよう。まあ、引っ越すから残してっちゃダメってことだよね。天井裏には荷物はなくて床下には何かがあると。宅配員の女性のことが思い出される。美しい彼女の存在が僕の後ろ。ってことはさ、床下にあるんでしょ、その女性の死体が。いや、そういうことでしょ、これ。宅配員の女性のことが、美しい彼女の存在によって引っ越したくないってことだ。床下には宅配員の女性の死体がある。僕は気に入った女性の死体を集めていた。めっちゃいんの。引っ越しするまでにこの遺体を何とかしないと安心して引っ越しができないから延期したのだ。そもそもなんで引っ越そうと思ったんだよ。そのことをすっかり忘れて、ああやべえなみたいな、引っ越すのやめようみたいな。バカじゃん。ファイル5。その日私は、その日私は、先生、娘は、メグはどんな具合でしたか？とつぶやくように言った。続けて、ああ、運動会のことですね。綱引きを頑張ってましたよ、メグちゃん。という声が、部屋に響く。なので、そうですか。先生、実は、兄のトールも、綱を引くのが得意でして、と返す。すると今度は、あら、そうなのですか？という問いが出た。だから、父親譲りなのでしょうね、と答えた。ほう。そんな力のない一つの声色は狭いリビングに響いていた。どういうことだ？ちょっと整理しようか。先生ってのが俺、学校の先生ってことなんだよね。でも具合はどうでしたかって言ってるから、お医者さんかなと思いきや、運動会のことを話してるので、多分学校の先生なんだよ。運動会のことですね。
綱引きを頑張っていましたよめぐちゃんと、うん、声が部屋に響く。なので兄のトールも綱を引くのが得意でせと返す。すると今度はあらそうなのですかという問いが出た。父親いじり、これマジでわかんねえぞ。なぜこの会話は力がない声であったのだ。なんかさ、綱引きとかでさ、事故で死んじゃうみたいなさ、あるじゃん昔。なんか綱引きのロープをさ、一番後ろのさ、太ったやつとかがさ、綱引きのロープをさ、体にぐるぐる巻きにして、そのままなんか引きちぎれちゃったみたいな事件が、昔あったって聞いたことがあるんだけど、頑張ってましたよ、めぐちゃん。なんでそれでさ、兄のトールも、それだとちょっと違うかな。父親譲りなんでしょうね。この綱引き、運動会のこと。わかんない、これ、マジで。わかんない普通にわかんない。なんだこれ。お、兄のトールも得意。わかんねえ。メグも兄も、あーなるほど。メグも兄も父親も天井と綱引きをした。つまり三人が首吊り自殺をしたのだ。それにより語り手である母親は狂ってしまった。最初から見ると登場人物は一人だとわかる。先生などおらず母は無念をつぶやくのだった。え、今の一人だったってこと。ちょっともう一度、あ、家庭訪問ってタイトルなんだな。その日私はとつぶやくように言った。続けて、あ、なのでとかそういうのは一人しかいないからってことなんだ。あ、運動会のことですねって。じゃあもうなんかこう、なんだろう、首吊りを綱引き、運動会の綱引きにちょっと見立てて、ちょっともうなんか現実逃避してるみたいな、狂っちゃって。でお兄ちゃんも綱を引くのが得意で父親譲り。そして声が響いていたと、一人だから。なるほどね。これちょっと面白いね。少し調子が良かったですね、ファイル5は。私は何気なくニュースを見ていた。このアパートには霊障があるのか。なになに。物は飛び交うし、電気はついたり消えたり。階段には女性の霊が見える住民もいるだって。全国から霊能者が集まるも、収まる気配もない。ん？ああ、解決したのか、よかったな。でも誰が除霊したんだ。なになに。高田京子っていう、競争的な霊能者が拝んだら霊障が途端になくなった。面白い事件かもしれないな。つまり高田京子こそ本物の霊能力者ってわけ。いや、この女なんだか怪しい。偽物の霊能力者に違いない。どうもモヤモヤするな。フリーライターの私は取材がてらこのアパートに住んでみることにした。勇気ある。全員がいい人でニコニコしていた。全員は口が揃えて高田京子は本物だという。まあとりあえず住んでみよう。本物だろうが偽物だろうか、どっちに転んでも美味しいネタがゲットできるチャンスには違いない。数年後、私は何気なくお札と壺を眺めていた。お札と壺を眺めていた。これ多分なんだけど、この高田京子って霊能力者の前に、教祖様なんでしょ？だから、このマンションに住んでんのは、もうほとんど宗教の信者で、で、結果この、記者も、ね、なんかこの、高田京子の宗教に入っちゃったみたいな、ことなんじゃないかな。ってことは、競争的な霊能者。あ、違う。いや、でもそういうことなんだと思うんだけどな。それかみんなが口を揃えて、これ。よし、オッケー。合ってんじゃない？霊障は、アパートに住む信者の捏造だった。アパートの住人全員が信者だからこそ、教祖の高田京子の拝みしか効果が出ない。アパートの人々は洗脳されたフリーライターは、アパートの人々に洗脳されたフリーライターは、自分も信者になっていた。まあ、でもやっぱ大体は合ってたね。そういうことだ。これも結構面白いね。秋の田舎は様々な虫の奏でる音で、趣深くなる。
僕は告白の舞台に選んだだけがある。ここで秋の田舎で告白をするわけか。茜色の、車用は焼け畑を真っ赤に染める。ここで彼女と出会う約束をしてる。ほら、彼女が向こうからやってきた。一歩一歩確実に僕たちの距離は短くなる。僕と彼女は文学クラブに入っていた。僕は前から練りに練った川柳を目の前にいる彼女に伝える。これ迷惑だろうな、彼女。百人一首みたいな感じかな。ちょっと待ってね。姿見て、遠い思いは恋焦がれ。日の赤みより、なお鮮烈に。意味は、自分であれじゃん、ギャグの説明するやつみたいに、ちょっと恥ずかしいですよ、これ。意味は、あなたを見ると、僕の真っ赤な恋の気持ちは、夕日よりも濃くなりますよって意味です、みたいな。日の赤みと情熱の赤をかけたわけだ。彼女は僕の目をじっと見ていた。そして、ゆっくりと口を開いた。日もあれば、鶴は綺麗に行くだろう、男の知らぬ孤独の世界へ、とつぶやくように言うと走って帰ってしまった。ああ、売られてしまったか。メスの鶴が男、つまり僕から離れるという意味だ。もうでもなんかお前ら趣味合うんじゃないのって思っちゃうけどね。この男は数週間後にもう一つショックを受けることになる。多分なんか自殺とかしたんだろうな。とりあえず文学クラブに入ってたので川柳と、うん、恋焦がれてと、情熱ありますよと、夕日よりも濃くなります僕の恋の気持ちは、日もあれば鶴は綺麗に行くだろう、男の知らぬ孤独の世界へ。私はもうあなたがいない孤独の世界に行くので付き合いませんよ、みたいな、そういうことではない。行くだろう、どれを選べばいいんだろうなぁ。とつぶやくように言うと走って帰ってしまった。メスの鶴が男、つまり僕から離れると意味だ。これだ。あれ違う、どれを選べばいいんだ。これ売りませんよ、何も。もう一つショックを受けることになる。これじゃないのか。日の赤みより、これが怖かったみたいな勘違いしてさ。どれだこれ、難しいな。日もあれば鶴は綺麗に、これだ。はい、日もあれば鶴は綺麗にの句は、日も鶴など自殺をほまめかす句だ。要約は、紐があれば、私は綺麗に首を吊る。あなたの知らない世界に向かうためという、僕に向けた最後のメッセージ。単に鶴が飛び去っていくだけ、行くとだけ理解した僕は彼女を救うことができなかった。紐あれば、勝手に勘違いしたんだ。鶴は綺麗に。紐を使って、吊ると。なるほど。これは気づかなかったな。ファイル8。ケイミとティーコはライバルだった。小学生時代から大学時代の成績まではもちろん、などはもちろん、趣味も容姿も性格も恋愛までもお互いを意識した。やがて大人になると二人のライバル心は過度のものになっていた。よくないよ、これ。同じ MO が好きになった二人。MO ってなんかちょっとイメージ良くないな。徹底的に戦ったが、ケイミはその戦いに負けた。ティーコのものになったんだな。そしてとある日のこと、危ない、MO が手に入らなかったこと、ティーコに負けたことが原因で、ケイミはビルの7階から飛び降り自殺をした。ティーコに負ける人生などはケイミは許せなかったのだ。今ティーコは同じビルの屋上に。何、死ぬスピードまで負けたくないみたいな。そういうこと。私はビルの8階から飛ぶぜみたいな。ほら、ビルの7階から飛んで、この人はビルの屋上から飛んでんじゃん。そういうことじゃないこれ。落ちる高さも負けれねえよみたいな。これじゃないってことは、
どれ押せばいいんだ？そういうことじゃないのかな。ゲーミア負けた。そしてとある日、ティーコに負けたことが原因で、ケイミはビルの7階から飛び降り自殺をした。まあ、普通に考えたらさ、実はちゃんと、なんていうんだろう、なんか戦い合ってたライバルで、意味嫌い合ってたかもしんないけど、お互い励みになってたっていう、そんな人が死んじゃったから、私も死んじゃうよ、みたいな飛び降り自殺が普通じゃん。でもそういうことじゃないんだよな、イミコアは。お互いを意識している。どれ押せばいいかが難しいんだよな。やがて、過度なものになっていった。これだ。多分合ってる。自殺する高さでも、ティーコは負けたくないのだ。MO と幸せになるよりも、ティーコはケイミより高い位置から死んで、ライバルを打ち負かしたいのだった。これなんかね、アンビリーバボーとかでありそうだよね。お隣同士の戦いみたいなさ、ありましたよ、アメリカとかの。ちょっと今から体カルピスになりますね。よし、行くぞ。次。ファイル9、あと2つ。B 社が開発した VR は、世界中で話題になった。視覚だけではなく、五感すべてが体感できるのだ。五感。じゃあ匂いとか、まあ、触るはまあわかるけど、匂いとかも出るってことだ。味覚もだよな。味も？バーチャルリアリティという言葉では収まらない。まさにリアルなもう一つの世界を提供した B 社。世界一の金持ちになりたい。美女に囲まれて暮らしたい。イケメンの彼がたくさん欲しい。美食の世界を追求したい。世界中の人々は不可能なことを可能にして楽しんだ。これはマジですごいことだよ。サトシは購入日当日にとある試みを企てた。え、ポケモンマスターどうした？なんと VR の内部で VR 装置に入ることを考えたのだ。怖いこと考えるね。何でもできちゃうからリアリティで。VR の中で VR で遊ぶみたいなこともできんだ。VR の世界の中の VR の世界。お前やめとけ、お前帰ってこれなくなるぞお前。その中の VR の世界のさらに奥、誰もがやったことない楽しみ方を発見したサトシは、ある種の快感を感じた。数日後、サトシは自分の心臓を刺した。痛みを感じた。意識も消えていった。サトシは喜びと悲しみを感じて死んだ。意識も消えていった。どうしたポケモンマスター？なぜサトシは自分の心臓を刺して、喜びを、悲しみを感じたのだろう？喜びも感じたのか。多分だけど、現実に戻りたかったんだろうね。で、あ、そうだ、ナイフ刺して痛かったら現実だみたいな感じで、痛いから悲しいんだけど、ここ現実だっていうことが分かって、よかったんじゃないのかな。そういうことじゃない？サトシは、もう、あれだね、もうバカですね、完全に。そういうことなのでは。痛みを感じた、意識も消えていった。痛みを感じたことで喜んだ。違うのか。どれを押せばいいんだろうな。お、来た。 VR の内部で VR 装置に入ることを考えたのだ。完全な VR の内部で内部に入り込むんで、サトシはどこが現実か不明になった。よってサトシは自殺をして、死んだら現実、生きたら VR という仮説を立てた。それで自分がいる場所を確かめた。意識が消えるからには、そこが現実だったのだ。こんなバカな遊びをしたから、もうどこがどこか分かんなくなっちゃったんだよ。ラスト。私は英国紳士であり、名探偵のヘイムズ。なんか弱そうだね、へちょそう。今日の密室は以下のようなものだった。部屋は窓もドアも内部から閉められており、その中にはどうやっても開かない金庫がある。二重の密室というわけだ。ほう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 。部屋も密室、金庫も開かない。私は鍵開けのテクニックでそれを開けると、中には女性の生首があった。私はその血に指をつけると、まだ犯行からは時間が経ってないことは確かだと告げて金庫を閉めたのだ。助手のエトソン君はそれをメモした。部屋には難解な暗号が書かれた紙が置いてあり、それを解くと密室の謎が示される仕組みだ。
私はそんな暗号を解くことなく、安っぽい事件だなぁとつぶやいた。いつも変な理論ばかり披露するエトソン君も、今回だけはトリックが分かったようだ。俺このヘイムズもヘトソンに、エトソンにも俺勝ってないんだけど、レトソンまずいよこれ。ヘイムズがやったんじゃねえのって思ってんだけど俺。どうなんだろう。部屋は窓もドアも内部から閉められており、どうやっても開かないと。二重の密室。だ鍵開けのテクニックをさ、どうやっても開かない金庫で使うのやめろよお前。違うんだ。それちょっと反則じゃない？どうやっても開かないことないじゃん。中には女性の生首があった。指につけると犯行から時間が経ってないことは確かだと告げて金庫を閉めた。なんで閉めたんだよ。助手のエトソン君はそれをメモした。それを解くと密室の謎が示される仕組みだ。安っぽい事件ってのがさ、あれ、犯人は安みたいなさ、ちょっととんでもなさすぎる？違うか。安っぽい事件だなみたいなさ。それはちょっと考えすぎましたね。ちょっと舐めすぎましたね。今回だけはトリックが分かったようだ。難解な暗号、難解な暗号。それを解く。女子のエトソン君はそれをメモした。なんでお前金庫閉めたの？お！難なくトリックが分かったのは、ヘイムズとエトソンが女性を殺したから、金庫を閉めたのはこれから二人逃げようとしてるからである。お前らとんでもないね、本当に。はい、ということで、ステージ5をクリアしまして、最終章のステージ6が、ようやく幕を開けましたということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、今回まあまあな感じでしたね。前回よりは、ちょっといいかなって感じなんですが、ちょっと難しいね、なんか。でも、どこをクリックすれば、なんか分かってんだけど、どこをクリックすればいいか分かんないってことが多かった感じがしますね。はい、ということで、イミコは次回、とりあえず最終回を迎えようと思いますので、最後までご視聴いただけると幸いです。よければ高評価ボタン、押してください。ありがとうございました。レトルトさーん。